ちらし寿司バー銀車輪。こんな店あったかな。へえ、らっしゃいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声はてやんで寿司食いねえ、ごちゃんです、どすこい。何やってんだあいつ。まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。鈴木です。桐生さんじゃないですか。もう急にいなくなったからどこかで野垂れ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうかどうしてこの店が分かったんですか。あ、いや、小雪に聞いてだ。なるほど。さあどうぞどうぞ、食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。お邪魔します。本当にお久しぶりです、桐生さん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がチラシ寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか。さすがに驚いた。どうしてまたチラシ寿司屋を。いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ。儲かってんのか。それが全然。ちらし寿司の味には自信があるんですけどね、ちらし寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だが、お前伝説のキャバ嬢だったんだろ。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね、なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらチラシ寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、チラシ寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので、人脈じゃなくチラシ寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォー社員だって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。ぐその怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。小雪は
ゆきさんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてんのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのにめちゃくちゃ暇してるなんてカッコつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな、小雪は雪のことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから頑張りすぎて倒れないかそれだけ心配ですけどね。ああそれなんだが、なんだか今大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、他の嫌がらせもあって人手が足りていないらしい。小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、はあ、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか。言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに、私が見えはったせいですね。悪いことしちゃったな。キリュウさん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね。疑われますかね。小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。キリュウさん、そうですね、ありがとうございます。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備してカムロ町に行ってみます。キリュウさんもよかったら放射院の初日顔出してくださいね。わかった。よし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。Thank you.
男になっちゃった。調子いいぜ。よう、ユキ。あ、キリュウさん。初めて見ました、フォーシャイン東京。本当にフォーシャインが東京に進出するんですね。潰れそうになっていたジリ貧の弱小キャバクラがここまで来たと思うと感慨深いです。お前は関東進出には反対だったんだろう。ううん、反対じゃないですよ。ただ勇気がなかっただけ。フォーシャインという大切な場所をもし失敗して失ってしまったらどうしようって、それでできなかっただけだから。小雪ちゃんはすごいですよ。ちゃんとリスクを背負って勇気を持って踏み出した。結果はどうなったとしても彼女の一歩は尊いです。ふん、そうだな。やあ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 、この前はよくもやってくれたな。誰です？お友達ですか？そう見えるか。オープン初日は店の未来を占う最重要日、その門出をぶち壊しにやってきたぜ。ユキ、下がってる。こいつらに東京の厳しさ今度こそ教えてやるぞ。今日は
楽しませてもらうよ。やるんだよ。やるか。かかってこいよ。さて。どうした？逃がしゃしねえぜ。舐めるな。脇が甘いな。おい。治療する。俺の番。悪く思うな。くれ！血がこぼれるよ！かますぜ！そっち。相手してやろう。必殺！ハッピーバースデー！結構調子いいかも！力の差を見せて。かかってこいよ。さっさと来い。仕留める。ぶっかまけ。あまりないよね。やっぱりダメだった。さて、軒先の掃除は済んだな。店内の様子を見に行こう、ユキ。はい。こんにちは。すみません、まだ開店前で。ユキさん。やっほー、小雪ちゃん。なんか大変だって聞いたから手伝いに来たよ。もし邪魔じゃなければだけど。邪魔だなんてそんなわけないじゃないですか。でもお店が忙しいんじゃないですか。ああ、それなんだけどね。めちゃくちゃ忙しくないの。見え張ってただけ。すまんすまん。あ、本当なんですか。ああ、本当だ。本当に暇そうだったぞ。私も会いたかったよ。よく頑張ったね。さて、そろそろ開店だろう。準備をしないといけないんじゃないのか。そうでした。ユキさん、お手伝いお願いできますか。もちろん。じゃあ久々にキャバ嬢モードに変身しちゃいますかね。うわあ、超楽しみです。さささ、こちらへ。ちょっと待っててくださいね、キリュウさん。ああ。お待たせしました。どうですかね。ユキさんがいれば100人力です。でも今日はオープン初日でしょ。回すにはエース級がもう一人くらい欲しいところね。誰かいますかね。エース級キャバ嬢か。一人心当たりか。本当ですか。お願いします。紹介してください。分かった、聞いてやるよ。何かと思ったら、まさか桐生さんにキャバクラに呼び出されるとはね。このお方は。ああ、俺の仲間でサイコっていう。横浜でキャバのママをやってる。
小雪です。紗友子さん、わざわざお呼び立てしてしまい申し訳ありません。ユキです。キリュウさんとは昔からの知り合いで。ユキ、小雪、もしかして蒼天堀ナンバーワン店舗フォーシャインの伝説のキャバ嬢ユキさんと小雪さんですか？え、あ、はい、まあ。すごい、本物。ユキさんの出したキャバ経営の本めちゃくちゃ読みました。それはどうも。お前、いつの間にそんなの出してたんだ？いや、成り行きで、若気の至りです。でも、こんな風に読んでくださる方がいたなんて嬉しいです。あの、紗友子さん、私たちオープン初日なんですけど、諸事情で人手が足りなくて。申し訳ないんですが、お手伝いいただけませんか？お礼はさせていただきますので。もちろん、私でよければ勉強させていただきます。ゆきさん、小雪さんと一緒に店回せるなんて光栄です。やった、ありがとうございます。これでなんとかキャストは足りそうか？はい、キリュウさんのおかげです。でも、もう一つだけ足りないポストがありまして。まだ足りないポスト？まさか。いやー、やっぱりキリュウさんは黒服が似合いますね。懐かしいな、この感じ。あの頃思い出しますね。素敵ですよ、キリュウさん。すみません、男性スタッフも足りてなくて。今日はよろしくお願いしますね。っていうか、キリュウさん、フォーシャインの黒服もやってたんですか？なんで？これだけ長く生きてるといろいろあるんだよ。まあ仕方ない、乗りかかった船だ。どうせやるなら派手に出航するとしよう。はい、そろそろオープンの時間です。よし、行くぞ。フォーシャイン東京、オープンだ。関西の名門フォーシャイン。みんなお疲れ。よく頑張ったな。キリュウさんもお疲れ様でした。ユキさんもサエコさんも本当にありがとう。今日を乗り切れたのは皆さんのおかげです。私、ユキさんからオーナーを引き継いで、オーナーが変わったからフォーシャインはダメになったとか言われたくなくて、だから焦って関東進出をしたり、結構無理をしてしまったのかもしれません。なんか巻き込んでしまって申し訳ないです。私ももっとユキさんみたいにうまくできればいいんですけど、力不足でごめんなさい。小雪。何言ってるの、小雪ちゃん。あなたは私がひよったことにも勇気を持ってトライしたのよ。それはとっても素晴らしいこと。私にはできないことだわ。確かに私にできて、あなたにできないこともまだまだあるのかもしれない。でも私にできなくて、あなたならできることも星の数ほどあるはずよ。だから小雪ちゃんは小雪ちゃんらしく、あなたにできることを精一杯やればいい。私の真似なんかしなくてもいいの。そんなことしなくてもあなたは魅力的だし、実力もある。
私が保証するわ。だから自信を持って自分の好き勝手輝きなさい。え、ユキさん、ユキさん、おっとできな人ね。伝説のキャバ嬢と言われるのも納得だわ。ああ、俺もそう思う。皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからうまくやっていけそうか。はい、キリュウさんのおかげで嫌がらせもなくなりそうですし、一生懸命大好きな放射員のために私なりに頑張っていきます。もしよかったらまた遊びに来てくださいね。サエコさんも喜んで。小雪ちゃんファイト。なんだか負けてられないな。私もお店頑張らなくちゃ。そういえばユキさんのお店って何なんですか？ずっと教えてくれなかったですけど。ああ、まだ知らなかったのか。チラシ寿司屋だ。え、チラシ寿司屋？なんでまた？まあいいじゃないの。長く生きてるといろいろあるのよ。今のところ全然全くマジで流行ってないから、放射員を見習って頑張るわ。ユキさんのお店が流行ってないなんて私許せません。私が毎日通いますよ。朝昼晩1日3食チラシ寿司にします。やっぱりそう言うと思った。いいからいいから、それより自分のお店頑張ってね。はい、じゃあお別れだ。元気でな。あ、どうした？どうせですから最後にあれやりません？あれ？はあ、あれか。いいですね、やりましょう。サエコさんも一緒にね。あれ、ああ、ユキさんの本に掲載されてた写真のあれですね。仕方ね、最後だしな。やろ。よし、じゃあ行きますよ。皆さんの今後のご多幸を祈って。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
いつでも戦えるぞ。サーリー、何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああだな。こりゃ降るわ。すみません、どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって、いくら長距離っつってもあんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの、あの村行きてなんてやつ初めてかもしらん。なんや兄さんたちテレビかなんかけ。いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。全国に残存する国道を一斉解散する第二次大解散、今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ、本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。ですがそちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして冴島大河、彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添いを願いたい。大吾たちに？ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東条会と近江の大解散後、彼らは大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。ですが1年も経った頃会社が倒産したんです。それ以来大吾さんたちは消息不明になっています。あいにくだが俺は奴らがどこにいるか。連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。
彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だがその理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないな。明日から数日町を離れる。知り合いな。ほんの人も余計物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ、あっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の、まあ、あと 2,3 時間もすりゃ着くけ。お、降ってきてた。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただ、なるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ。入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたの、キリュウちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。ああ、まあ座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ、それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか。ずいぶんやつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんようにほれ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。
だ。聞かせてもらえるか。これまでに何があったんだ。こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に障ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大吾、お前こいつと何年付き合うとんのや。キリュウちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か、はあ、しばらくぶりなもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東条会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ、ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東条会と近江で使えるコネはとことん使って、マスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元坊5年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々にではありましたが、大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、組員たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時、問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのは。タタラチャンネルっちゅうやつや。春日もやられとったな。裏工作だけやのうて、現場で起きたちょっとした不祥事もやつは見逃さんかった。それをありったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てたけど、やつが暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。
なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが登場会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ、倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。青龍会の鋭備なを知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはな。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、青龍会の高部が無所に行った頃か。ええ、海老名は高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。氷川。海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。氷川興産。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか。確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい。しかし荒川さんには心に決めた人、茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えねえ。海老名の出生時期から見て荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。
その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りがユリコから海老名に受け継がれたとすれば、海老名は荒川娘を強く憎んでいた。ええ、そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこや。けどわざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。ったく、人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ、けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思っているヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。
すみません。そうか、沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てよ、今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。ごたく並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした、やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事。昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと不遂やの。まあええ、メイドの土産や存分に味わっていけや。もう後には引けねえ。こうなりゃなるようになるだ。恥かいて知らないか。かかってきなよ。久々に熱くなってきた。やるのかよ。脇が甘いな。くっ、潰れろ。俺の番か。
ずいぶんお疲れのようやな、キルちゃん。けど、気ぃつけたんはそっちや。この程度で終わらせへんで。俺もそろそろ本気でやらせてもらいますよ。見せてあげる。容赦しないぞ。そろそろ。どうした？必殺！よし、一発で決めよう。当然だ。手加減はなしだ。叩き潰す。ここは任せて。容赦しない。かますぜ。見さらせ。ここだ。調子がいいぞ、私は。仕留める。しつけの時間。調子出ないな。回復。よし、バッチリ。調子出てきたぜ。久々に逃がしゃしねえぜ。どうか見てんの。来ないぞ。容赦しないぞ。必殺。ようやく温まってきた。こっからが本番や。ウォームアップはこの辺にしとこうか。さあ、覚悟はええな。力の差を見せて。おいおい、脇が甘いな。しつけの時間。久々に結構調子いいかも。どうした？こんなもんじゃないはず。見せてあげる。私が癒してあげる。かまくぜ。遊んでいる。相手してやる。一緒やりますか。おう、二人でやるか。火力2倍。手加減はなしだ。手数がいるな。久々に熱くなってきたぜ。手加減はなしだ。おら！頑張ってきなよ。終わらせる。
し出てきたぜ。やるのかよ。どこ見てんの。逃がしゃしねえぜ。恥かいて知らないから。遊んでいる。やるのかよ。どこ見てんの。ほれほれ。恥かいて知らないから。やるのかよ。どうか見てんの。ここは任せて。おいおい。容赦しない。それ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 。容赦しないぞ。見さらせ。うん、うわ、あれで足りる。恥かいて知らない。私の分。脇が甘いな。行くで。結構調子いいかも。手加減はなしだ。邪魔はしないで。かますぜ。必殺撃ち行くぜ。よいしょ。やる。仕留める。ご褒美じゃ。あっそ、ショータイムの始まりや。とりゃー寝てるわ。
まだ強くなれるとはな。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。まだまだ強くなれそうだ。お前たちは何を怖がってる。他人の人生を狂わせることか、それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃ分かんねえだろうか。綺麗事ですよ。それはやってみてダメだったらどうするってんですか。そん時はそん時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらずアマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だがそれも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください。桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ、大吾。俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな、キリュウ。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな。行ったらあかん、キリュウちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。ちょ、キリュウさん。来ちゃったな。堂島大吾に冴島大河、それに真島五郎か。あの人たちが手を貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだけど。それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。これ以上無理強いはできないって。まあね。それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはね。そうだな。おい、あいつキリュウじゃねえのか。ほら見ろ、間違いねえって。本当だ。どうなってる。こいつをのさばらせたら俺たちはまたヤクザの食い物にされるぞ。前科者になったって構わねえ。一生動けねえ体にしてやれ。
今こいつらを相手にしてる余裕はねえ。適当にかわして春日の家に向かうぞ。待てやこら。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。いつ食っても牛丼はうめえな。うまい、安い、早いってな。おなじみのキャッチコピーだけど、3つずつだな。それをしっかり体現してる名コピーだ。例えば？最後適当になってない？あと早いって何が？足とか？足速くてモテるのは小学生までよ。まあ実際速くもねえしな。じゃあ却下。ちなみにキリオさんだったら？強い、渋い、エモい。なんでお前は最後いつも適当になるんだ？なんだエモいとは。心打たれるみたいな時に使われる若者言葉ね。エモーショナルのことだと思うけど。あ、そういう意味だったのか。お前は知っとけ。ちなみにこのうまい、安い、早いは時代によって順番が、昔は店に入って体感する順番で、早い、うまい、安い、その後うまいをもっと追求して順番を変えて。へえ、そうなんだ。ああ、エモいぜ。早速使いこなしてる。ごちそうさま。ありがとうございます。メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ。皆さんこの顔に見覚えありますよね。そう、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと、彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織、東城会の会長堂島大吾。そしてこっちは同じ東城会で幹部だった真島五郎と冴島大我。いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうもこんにちは。早速ですが、投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで
昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって、ほんときはそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東城会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃ、あいつらヤクザへの復帰とか東城会の復活とか喋ってての。ヤクザへの復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東城会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに、すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によると、ちいちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんですよ。そこで気になることが告げられてて。いや、今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか。彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。海老名と沢城が。それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の清流会支部、元東城会本部か。行かねえ手はねえな。問題ない。ついていきますよ。すいません、明日のバイトなんですけど、ちょっと遅れちゃいそうで。
頭かち割るぞ。かかってきやがる。調子がいいぞ、私は。どこ見てんの。やるせよ。さあ、おい、やるよ。ふざけないでください。どうした、相手してやる。来やがれ。逃がしゃしねえぜ。さあ、来なさい。仕留める。さあ、手加減はなしだ。来ないぞ。しゃあ、こっちですよ。ファイヤー。結構調子いいかも。ほらほら、さっさと来い。見せてあげる。かますぜ。やるのか。ふざけないでください。必殺はっ。これで終わりです。力の差を見せて。ここは任せて。ふざけないでください。容赦しない。容赦しないぞ。調子出てきたぞ。調子がいいぞ、私。合わせるぞ。結構調子いいかも。相手してやる。見せてあげる。それ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 。見さらせ。はっ。どだどだ。手加減はなしだ。ついてこれるか。遊んでやろうか。うっ、私の番。ここは任せて。いざ勝負、俺の活躍。よし、先に進むぞ。
出てんじゃねえよ、クソが。チンピラ不足。勝ち行こうぜ。調子がいいぞ、私は。さて、どうした？恥かいて知らないから。やるか。来いよ。やがった。相手してやる。仕留める。しつけの時間。死ぬ。処置が必要だ。調子出てきたぜ。手数がいるな。やるのかよ。脇が甘いな。かますぜ。君雑魚じゃねえ。ここは任せて。見せてあげる。血を止めないと。調子にいいぞ、私。格が上がったね。いつでも戦う。俺は今機嫌が悪いんだ。後悔するなよ。力の差を見せて。かかってきなよ。やるのかよ。行くぞ。な、うやっ、どうしようま。脇が甘いな。そこだ。やっ、調子出てきたぞ。恥かいても知らないか。こっ、まあな、はい、よそ見すんなよ。おりゃ、終わらせる。
さと来い。どこ見てんの。どうした。さっさと来い。恥かいても知らないか。どうした。遊んでいる。どこ見てんの。え。見さらせ。はっ。うっ。調子出てきたぞ。行くぞ。どこ見てんの。すいこんだよ。ふっ。ここは任せて。見せてあげる。私の番。仕留める。ご褒美だ。容赦しないぞ。必殺撃ち抜くぜ。俺の分。やるのかよ。ああ恥かいても知らないか。悪く思うな。くれ。やるか。無駄だ。やっぱりだ。素直に喜んでおくか。いい感じ。またいい男になっちゃった。ん、あそこになんかあるの。あ、あそこに何かあるな。謝罪するまでぶち抜かれてる。私の番。よし。どうした。どうした。やる気あるな。やんのか。仕留める。よし。でっかい。さっさと来い。どこ見てんの。ついてこれる。容赦しないぞ。恥かいても知らないから。おれおれ相手してやる。やろう。見さらせ。はっ。く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 っ
今日調子いいかも。逃がしゃしねえぜ。俺の番か。かかってこいよ。あっち来い。どうか見てんな。やる。脇が甘いな。さあ、そうだよ。いいな。どうした？かますで。必殺。ここは任せて。見せてあげる。調子出てきたぜ。俺は今機嫌が悪いんだ。勝ちに行こうぜ。私の番。やるか。ほう、こっちですよ。ふざけないでください。さっさと来い。やるか。仕留める。やりますか。
脇が甘いな。すぐだ。ほら、行くぜ。チャチャキにする。テレー、容赦しないぞ。恥かいても知らない。ふざけないでください。さあ来なさい。見さらせ。はっ、うわっ、はっ、結構調子いいかも。すっと見せてあげる。これで終わりです。私の番。ふざけないでください。どこ見てんの。逃がしゃしねえぜ。任せて。かますぜ。さっさと来い。必殺シャンパン入りました。こっちですよ。俺の番か。邪魔をしないで。ここは任せて。これで終わりです。やる、やるか。やるのかよ。みんなかよ。俺の活躍、大人の渋みが出てきたぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ん？あそこに何かあるな。ムカつくやろうぜ。壁医者でもしないよ。やるか。ほらほら、行くぞ。相手してやる。貴様ランにかけるで。ふっ、おりゃ。やるのかよ。仕留める。さあ、行くぜ。ここは任せて。来も、やどもしょうま。容赦しない。それ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 。うわっ、うわっ、容赦しないぞ。さっさと来い。必殺、えいっ、うわっ、私の番。ランに入ってやさしねえぜ。うわっ、任せてきなよ。脇が甘いな。いや、そっちも必要だな。俺の番か。かますぜ。知らないか。一緒やりますか。よし、二人でやりゃ。火力2倍。きついな。お願い、キリュウさん。やるか。声張っていくよ。いつでもいいぜ。みんな、さあ行こう。調子がいいぞ、私は。仕留める。手加減はなしだ。容赦しないぞ。どうした。見さらせ。ハッピーバースデー。
調子出ないな。見せてあげる。よし、バッチリ。力の差を見せて。手伝うぞ。調子出てきたぜ。かますぜ。見とれないでよね。調子いい。あそこになんかあるな。さあ、先を急ぐぞ。あそこに何かあるな。私の番。かかってきなよ。やる。相手してやる。君雑魚じゃねえ。どうした。仕留める。私の番。恥かいても知らないから。
脇が甘いな。風間処置の必要容赦しないぞ。どうした見さらせ。ハッピーバースデー。おりゃ血は止めない。テンション下がる。状況を覚えるようになってやるよ。よし、まだまだいけるわ。私の番。どこ見てんの。来いよ。ほら、相手してやる。気上がる。仕留める。しつけの時間。処置も必要だな。かますで。必殺撃ち抜くぜ。よいしょ。俺の番か。かかってこいよ。寝てるわ。ここは任せて。見せてあげる。えやる。はじけ。順番だね。ねえ、あれなんだろう。行ってみ。開けてみるか。うお。始めましょう。やってやろうぜ。行くぜ。こいつは重いよ。くらえ。やる。脇が甘いな。ご褒美が。ここは任せて。さっさと来い。見せてあげる。ふっ。遊んでいるんだ。容赦しないぞ。見さらせ。おいしいくぜ。やらせ。俺の番か。相手にならねえな。まあこんなもんだ。いい感じ。あそこに何かあるな。あそこに有益なものがありそうだぞ。
開けてみるか。やったぜ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？開けてみるか。開いた。開けてみるか。うお。あんたの楽しみ方だよ。私の番。どうした？退屈な野郎だ。ほっ。よし。相手してやる。かかってきた。どうした？おれおれ。脇が甘いな。行くぜ。こっち見ろ。終わらせる。結構調子いいかも。見せてあげる。いくぜ。かますぜ。見さらせ。ハッピーバースデー。やる。やるのか。恥かいて知らないだろ。仕留める。ご褒美です。かかってきなよ。逃がしゃしねえぜ。俺の番か。寝てるな。容赦しないぞ。あそこに何かあるな。私は大丈夫よ。その目つきが気に入らない。楽しみにしてもらうよ。私の番。どこ来てんの？おれおれ。相手してやる。で、行くぜ。ついてこれるか。しゃあ。やっと。かますぜ。やるぜ。
やるか。逃がしゃしねえぜ。見さらせ。うわ、俺の番か。やるのかよ。負けられない。やるの。傷口が。キラクラで。来ないで。せい。見切った。ほら、来い。いってぇ。おいおい、ほら来い。そんな人立て直さない。はい、うわ、止まんねぇ。体を持て。必殺。
私の番。逃がしはしねえぜ。うめえ。くらえ。調子出ないな。容赦しない。容赦しないぞ。どうした必殺ハッピーバースデー。はい、やる気ないね。状況だけは買ってやるよ。ん？あそこに何かある。ああ、さあ、どんどん行くわよ。何でもできそう。私の番。かかってきた。ほらすごい。仕留める。ご褒美だ。俺の番か。やるのか。やってみんかい。寝てるわ。見さらせ。
ハッピーバースデー。調子出ないな。見せてあげる。私が癒してあげる。すまないなと。脇が甘いな。調子出てきたぞ。シャー。体を持て。態度でかいね。どこ見てんの。必殺ハッピーバースデー。テンション下がる。傷口が切ってやりづらい。仕留める。血を止めないと。手加減はなしだ。相手にならねえな。誰か。そこの貴様、スレピッピ、シアピッピ。強くなれるだな。まだまだ強くなる。格が上がったね。悪くない気分だぜ。あの人
人ヤバそうな状況だよ。すぐに楽にしてやるぜ。覚悟してよね。死ねえ。よし、かかってきなよ。ほら、俺行くぞ。やってやろうじゃねえか。どうした、逃がしゃしねえ。どうした、よく見つめ。どうか見てよな。脇が甘いな。さあ、そこは俺の番か。出てきたぞ。容赦しないぞ。さっさと来い。見さらせ。ハッピーバースデー。やったろうぜ。元
気出てきた。ほら、力の差を見せてやる。逃がしゃしねえぜ。手加減はなしだ。ヒッサー！ハッピーバースデー！おめえ！ハッピー！ここは任せて！手伝うぞ！調子がいいぞ、私は。やったろうぜ！調子出てきたぞ。追撃する。死ねえ。結構調子も出る。ふっかりやすな。やったもんや。あそこに有益なものがありそうだぞ。好調だ。レイテンじゃねえよ。んでこれ。その寝つきが気に入られるって気合いだ。私の番。脇が甘いな。やった。治療する。なんて行くぜ。ついてくれるか。結構調子いいかも。待ちな。止まんねえ。俺の番か。逃がしゃしねえぜ。寝てるわ。ほっそー。傷口が。仕留める。いってー、きっついな。どうした。なんだ。ヒッサー。ハッピーバースデー。ここは任せて。容赦しない。痛いの飛んでけ。待ちな。どこ見てんの。血を止めないと。行くぜ。ほら来い。終わらせる。どうやるか。脇が甘いな。容赦しないぞ。見さらせ。ハッピーバースデー。俺たちすごいんじゃねえ。またいい男になっちゃった。ん？あそこに何かあるな。どんどん行くぜ。
開けてみるか。やったぜ。うん、あそこになんかあるな。あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。開けてみるか。うお、よいしょ。後悔するなよ。やるか。かかってきなよ。さっさと来い。脇が甘いな。俺の番か。容赦しないぞ。ここは任せて。見せてあげる。いっけー。うっ、私の番。どこに止める。ミラクル。行くぜ。やろうかよ。かますぜ。必殺ハッピーバースデー。結構調子いいかも。容赦しない。やるか。どうした。はっ、俺の番か。相手にならねえな。人生これ成長ってな。いい感じ。調子出てきたぜ。この辺は落ち着けそうだし、ちょっと。私の番。どこ見てんの。どうした。どうした。やるのかよ。退屈のようだ。さっさと来い。ああ、来なさい。肩をつけよう。おう、一発で決めるよ。当然だ。調子出てきたぞ。見せてあげる。容赦しないぞ。
退屈な野郎だ。相手してやろう。見さらせ。打ち抜くぜ。ふざけないでください。調子がいいぞ、私。こっちですよ。かかってきなよ。止める。ご褒美だ。あっち。気負いしねえな。かますぜ。どうした。必殺打ち抜くぜ。結構調子いいかも。容赦しない。えっ、脇が甘いな。ご褒美だって。やめてくれ。体の重い。気づ
ほら。はい、よーし、バッチリ。かますぜ。さて。どうした？あなたを待ちなさい。見さらせ。うい。くせ。さあ。ピンチってやつ？容赦しない。私も癒してあげる。これだな。邪魔はしまいだ。逃がしゃしねえ。やる。見たか。俺は活躍。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。よし。まあこんなもんだ。どれにしようかしら。第一印象が大事ね。どれにしようかしら。気に入ったわ。何だって着こなしちゃうわよ。